はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日やっていきましょうということで、日本書紀と古事記ということになります。はい、ここへと文字書くんがね、すごくめんどくさいんですよ。日本書紀の記こうなんですよ、古事記の記こうなんですよ。で、俺のこれあくまで感想ね、あくまで感想なんだけど、古事記っていうのはまあ歴史、俺どっちかっていうと古事記の方が多分正しいんじゃないかっていう派閥です。はい、古事記に記されているのがまあどちらかというと正しい内容を記されてるんじゃないかという派閥 で日本書紀に書かれてるのはどっちか、日本書紀、ね、の方が、古事記と日本書紀僕も全部読んだわけちゃいますよそんな力ないですからね。はい、日本書紀とか古事記は全部読んだわけではないですけど、どっちかっていうと日本書紀の方が面白い。はい、日本書紀の方がまあなんて言うんですかね、ナルトを見てるとか、そのなんかブリーチを見てるみたいな感覚で、結構こう漫画やアニメを見てるみたいな感じになるのが、どっちかってこの日本書紀になります。で、この日本書紀の方が、どっちかって面白いですよ。で、古事記の方がまああんまりそのなんか歴史的なこう事実を淡々と述べてるみたいな感じになってるんで、まあどっちかっていうと古事記の方が多分正しいんじゃないかなというふうにはまあ見てます。はい、まあそんな違いがまあありますよってことになります。ただ古事記に書かれて日本書紀に書かれていないとか、日本書紀には書かれてるけど古事記には書かれてねえぞとか、まあいろいろあるということですね。はい、よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。